はい、せーの、開運ナナミスティックウサギがぴょん、月曜の夜は魔女会。はい、今日からスタートしました。この番組は、魔女の過去性を持つ3人が不思議な話やゲストを呼んで占ったりリーディングしたりして、みんなで開運して楽しんじゃおうという魔女会でーす。イエーイ。女子会を覗き見するような感覚でお楽しみください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たちいつも、ビビ藤枝の1階のここからという企業ブースに出展している企業仲間なんですけれども、今から一人ずつね、今回初めてなんで自己紹介をねさせていただきます。それではまず私、ナナミルです。アロマと神様リーディングをやっています。お客様のお悩みとか知りたいこととか、今必要なメッセージをアロマオイルとオラクルカード、神様からの癒しハガキでお伝えしています。アロマオイルで他にも、アロマオイルを使って過去性を、まずカードオラクルカードの過去性のカードでリーディングして、アロマオイルで癒していくという過去性リーディングとか、神社で神様にお客様から預かったメッセージを伝えて、またメッセージを神様から受けてきて、それを癒し絵に書くという代理参拝もやっています。よろしくお願いします。はい、じゃあ次はミスティックのミスティックケイさん、ひろみさん、なんだっけ、ランバダひろみさん、ランバダひろみさん、この名前降りてくる、ランバダひろみさんでハッピーに宇宙チック、ランバダひろみです。よろしくお願いします。先生はミスティック K と言います。そして先生術、アロマリーディング、レインドロップという3つのメニューで活動中です。そしてビビ藤枝で 月2回木曜日と、あと自宅サロンでレインドロップテクニックっていう癒しのマッサージをやっています。よろしくお願いします。じゃあ開運月うさぎの宇月まりやさん、お願いします。はい、はじめまして、開運月うさぎの屋号で、占い師をしています、宇月まりよと言います。よろしくお願いします。先日は西洋占先日タロットカバラ数秘術をしています。皆さんと一緒のようにビビの1階にあるここからスペースで木曜日に活動しています。あとはホームページから、開運月うさぎのホームページからご予約を受け付けて、電話での占いと、お近くの方だったら出張鑑定も受け止まっております。そうですね、ただこう話をするだけじゃ なくて、皆さんの話もしっかりと聞けるような、寄り添える、しっかり話を受けしてこう受け止められるような占い師を目指しています。よろしくお願いします。なんかマリアさんすごいねすごいね、そんななんか私たちそんなそんなことまで言ってなかったんだけど、すごいな。そこ言う、つけとしとく、つけとしとく言う、うん、私はまあみんなそうなんですけど、3人ともね、うん、子供の頃からなんとなく生きにくさを感じていて、うん、大人になってからもね、結構まあ職場とかでパワハラにあったりとか、うん、まあそういうことも多くて、結構ね心身ともに疲れていた時期があって、うん、そんな中で私はアロマオイルに出会って、まずカイロプラティックでアロマを使ってるところに通っていて、あ、こんな癒されることあるんだと思って、それから自分もアロマオイル、まあ100% ねピュアなね純粋な、もう農場の土からこだわったっていうね、かなりこだわった高品質の、まあ、波動が高いって言われているブレンドオイルなん、あ、エッセンシャルオイル、アロマオイルなんですけど、それを使うようになったらどん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 自分に嘘がつけなくなっていって、それでこう正直に生きられるようになって、すごく生きるのが楽になってきたんですよ。でそれをね皆さんにもお伝えしたいと思ってこの仕事始めました。はい、まあ、ちなみに私ナナミルさんに受けしてもらった時にね、一番初めに手術してもらった時の感想なんですけども、
エッセンシャルオイルを嗅がせていただいた時に、こう目を閉じてこう川が見えて、本当に流れる川が見えて、すごくねこうあの静かな川の流れのこうねあの BGM がね頭の中にこう流れたのをすごく覚えてますね。本当に自分があの気づかなかった必要な言葉をねいただいて、今でもねちゃんと目に見えるところにリラックスしましょうねっていうね、何かもうやりすぎてこう頭がねこんがらかった時にはこれを見て、あリラックスリラックスってねやっています。ありがとうございます。そうこういうね、うん、はがき絵も描いていて、最近あのパステル習いまして、パステルも取り入れるようになって、こんな感じではがきの絵に神様、私猫だと描けるんで、猫の神様を描いて、その時もねあのマリアさんにね、うん、この花咲くや姫ですよね、そうね、うん、あの富士山の浅間神社の神様ですけど、その神様を描いてお渡ししたんですけれども、まあ本当になんか私描くと可愛い猫の神様になっちゃうんですけど、こういう感じのものを描いています。はい、どうぞ。私も同じアロマを使ってるんですが、あのヤングリビングというあの 100% エッセンシャルオイルで、あの波動がすごく高いオイルです、うん、そして私もそのオイルをそう2、3年前にあの初めてレインドロップテクニックでやってもらった時に、なんか普通のマッサージじゃなくって、なんか涙が出てくるような、なんか心なんていう魂から触れるような感じのあのオイルマッサージだったので、あの最初にリーディングから始まってを習い始めて、でその後レインドロップを習ったんですけど、今家でこんな感じのやってるんですけど、まあ、説明とするとネイティブアメリカンから伝授されてきたエゾットに基づき、ゲリー・ヤング氏が開発したレインドロップテクニックっていうのなんですけど、何思ってるこんな感じの、こんな感じなんですけど、はい、で今ちょうどラサって夏至なんですよね。この夏至ってなんか今年すごく意味があるらしくて、でまたこの8月末までポータルが開いているっていうね、あの並木義和さんのね YouTube で見たんですけどね、そんなこともあり、あの自分の浄化とか今までのこうネガティブな感情とか、あの霊脈血脈過去性からのネガティブなこととかも、うん、この、 あのレインドロップテクニックで、うん、あのお役立ちできればなと思っています。よろしくお願いします、ね、アロマオイルって嗅いでるうちに、あの私もそれで神様が見える、それと神社に通って神様が見えるようになったんですけど、こうオイルを嗅いでた時に観音様がスーって上がってきたりとか、他の神様が浮かんできたりして、そういうので結構なんかね、そういうスピリチュアルなものともつながるんだよね、うん、本当にね、そうそう不思議なんですけど、なんか、うん、であのアロマのリーディングっていうのは、私たちが20本から30本のオイルのをお客様に引いていただいて、自分で引いたオイルが実は最初にまあ質問を決めとくんですよね、うん、意図設定、ね、そう意図設定をして、こういうことを悩んでるとか、こういうことを知りたいとかっていうと、それに合わせて1本引いてもらって、匂いを嗅いで好きとか嫌いとか、あとはまあ私もそうですけど、さっきねマリアさん言ってたみたいに映像が見えるとかね、そういうこともあって、あの潜在意識とつながったり過去性とつながって、自分で本当は答えが分かりますよっていう、それを私たちが引き出していくみたいなね、腑に落ちる、そうそうそう、自分で納得できるような、そういうことをやってるんですよ、うん、うんね、めっちゃ詳しく、あとそのオイルによっても、うん、あのペルシャの王妃が使っていたオイルとか、うん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 、そんな内容 の、 あのこともあります。そう、あとあのノアの箱舟で使われていた、うん、あれはサイプレスかな、うん、サイプレスっていう神殿とかでも使われている木から取った抽出したオイルとかもあって、うんうん、そういうものもね結構過去性とかともつながりやすくて、うん、でそれをね過去性のカードひろみさんも使ってて、うん、そういうのを組み合わせて、あのアロマで浄化させるとかね、自分でこう発見なんていうんだ、
ね、うん、そう浮かんでくるとか、そういうこともあるんで、うん、本当に私もやってて面白いなと思います。私は、うん、あのアロマは使ってないんですけども、うん、私の場合は西洋センス、まあ、フロスコープ という西洋センセンチってあの制作するフロスコープというものがあるんですけども、あの人生の流れをあのホロスコープというね星の動きであのどことんこう深掘りしていきます。もうあの自分も知らないようなもう自分をあなたを丸裸にするぐらいのもう前世からあのまたやり方は違うんですけども、こちらでもあの過去世からどんな人生を送ってきたのか、そして今世は過去世から何をバトンタッチされてきたのか、そして今世では何を目的として生きて、そして何を来世につなげていくかというね、そこまでねあの見ることができて、あと、まあ、当たってないなって思うところは、それは当たってないんじゃなくて、今 あなたがこうあの使えていないエネルギーですね、それを見ることによってそのエネルギーがぐんとこうあの動き出します。そういうね面白いあのものが西洋占星術です ね、そうこの間ね私もマリアさんにホロスコープを出していただい て、ね、であのお話をね聞いたんですけど、うん、本当になんか魂の生まれる前からあった傷とか、うん、で本当になんかズバリだったんですよね、うん、あそういうわけかみたいな納得しちゃうような、うん、あとね過去生からこういうことを引き継いでて、うん、であの私もマリアさんも霊感っていうかねそういうのが、うんあるんで、なんか2人でやっぱ共通、私多分この舞妓の過去生だと思うんだよね、うん、その言ってるの前世のがって言ったらやっぱマリアさんも浮かんできて、うん、その子が、うん、でこういうわけで、あそれが今も引きずってるんだね、うん、みたいなことになってね、うん、面白かったですね。ここに3人で話してるとそうそうそう、これが普通の会話なので、うん、普通の、ね、プライベートでこう友達にあの過去生がねなんて言ったらもうその時点でハテナって思うんですよね気をつけないといけないとかね、ねそうもう当たり前になりつつあるんでね、うんうん、そういつもあの木曜日にね、うん、私とマリアさんは毎週出してて、うん、で隔週でね、うんはい、あのひろみさんも出てるんで、うん、結構3人でやることも、うん、今週もそうですよね、今週の木曜日も3人で、うん、他にもね占い師さんねの、うん、います他の占い師さん、あの男性のね男性の花そうそうあの魔王ね魔王が出てたりするんでね、魔王にこの間手相見てもらったんでねみんなでね面白かった、ね、面白かったなんかみんなで4人でテーブル囲んでお昼食べたりとか最近してるんですよ ね、ま、魔王も一緒に ね魔王もどうですかって言ったらね一緒に入ってくれてねあの、うん、でウィンナーも入ってて、ね、そうあの誰が作ったんですかとかって聞いてねなんか奥さんが作ってくれるとかっていいですよ ね、素敵な、うん楽しい、ね、場所です、ね、本当に稼働が高くなって ね、うん、集まるの他にねあの足裏マッサージの ね、うん、あのなんだっけリフレクソロジーリフレクソロジーの春ココさんとか、うんんうん、何回かね私もやってもらってるけど気持ちいいんですよ ね、あと今週はあれですね茶優香さ ん、あの島田で古民家カフェをされていて、ね、一回私も友達と行ったんですけど、うん、すごい素敵な空間で、ねううん、ゆっくり本当は早めに帰るつもりだったのが、うん、ゆっくりしちゃって、ね、かなりねくつろいだってお茶何杯も入れていただいて、うん、楽しかったですね、うん、また茶優香さんがまた個性的で素敵な方なので、ね、素敵な方ですよ ね、もう今度木曜日ねあの、うん春ココさんも確か来られますよね。そう、うん、盛り上がりますよね。そうそう、みんなで魔女会をしてますので、ね、ぜひビビ藤枝1階におりますのでよろしくお願いします。来てね。あ、それで、うん、あれですよね。うん、あ、私自己紹介のこうやって書いてきたので全然忘れて。1枚ずつちょっと。そうですね。うん、私がナナミルでアロマと神様リーディングをやっています。帰ってきたのに忘れてました。で飛んだとあ落ちたまずいで開運月うさぎの私です。はい、宇月マリアさんです。書いてきた一生懸命書いたんですけど忘れてしまいました。ね、あで、ミスティック系のランバダヒロミさんです。ランバダヒロミに
これを機会に開運しました。ランバダヒロミです。はい、コメント、コメントいただいていますね。ふみ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 さん、こんばんは、いつもありがとうございます。ありがとうございます。あ、すごい、月谷おかかさん、それぞれ皆さんの受けてみたいです。わーい、素敵な、あ、サチモさんだ。サチモさん、サチさんじゃない、サチモさんだ、ありがとうございます。サチモさん、素敵な歌を歌って、また、ね、またゲストにいらしてくださいね。私も泣きました、ね、すごいサチモさんの歌ね、素敵でしたよ ね。この間もね、出られてましたよね、こちらにね。ちょうどこの後の番組に先週で、先々週かな、うんうんうん、いらしてたんですよ ね、本当に素敵な、ね、富士で聞いた時素敵でしたよね、かっこいいよ、ね、え、吉野さんが吉野さんリマジョって書いてありがとうございます。アロマ星読みのこと、不思議なことを教えてください。昨日は来てくれてありがとうございます。あ、楽しかった。そう、昨日ね、吉野さんはね、藤枝の古民家の花々さんでマルシェをやってて、ね、3人でお邪魔したんですけど ね、すごい楽しかったですよね。スタイルがなんか足なんか、ね、背筋がピンとしてて、そう、ね、そう、指ヨガをやってもらって、ね、でやり方もね、教えていただいてね、すごい、もうあれから何回かやってます。あと呼吸と、そうそうそう、呼吸がね、そうだね、ねえ、ね、私たちもね、ヨガ やろうって言ってるんですよ ね、次回ね、牛のところ、来月から ね通いたいね、なんかお寺でヨガをされてるって言ってね、すごい面白そうだなと思って、ね、行こうって言ってるんですよ ね、うんうん、そう、ちょっとこれは何、美魔女としては見えないと思う。何の現象、美魔女、ちょっと誰か魔法で映画が見えないのか、他の理由で見えない、他の理由かもしれない。オレオレモカの娘さん、ふみふみさん、オレオレモカの親御さん、親です、ありがとうございます。こだまさんいるじゃない、こだまさん、あ、こだまさんは、こだまさんですか、がありがとうございます。見てくださってるんですね、ありがとうございます。それで私たち 今週マルシェがありまして、はい、はい、23日の金曜日なんですけど、声優の藤枝の南荒谷店の裏の納得住宅というところでハッピーマルシェをやります。私とひろみさんが出ます、うん、そういった後アロマの仲間がさっき話した春ココさんと、うん、それから液晶占いと開運アロマスプレーをやっている、うん、ティートリーさんも出ますので、うん、よろしくお願いします。10時から4時までやっています。それと、うん、絵は大事なそれとですね、今度の日曜日にビビの1階の私たちがいつも出しているここからでジェンダーフリートーク&マルシェというのを開催します。これが10時から3時までで、ジェンダーもう男女性別、性別男女一緒、関係なく関係なく、うん、みんなで楽しもうというイベントで、ね、トークイベントもやるそうなので、うん、またよろしかったら、ぜひ、はい、で、ビビは1時間は駐車場無料ですので、よろしくお願いします。これは私と、マリアさんが出ます。はい、はい、それでごめんなさい、私の個人的なのですが、代理参拝、さっきちょっとお話ししたんですけど、今度あ、来週ですね、来週の6月の26日に、熱海の紀宮神社にお参りに行きます。その時に、代理参拝をしますので、あなたから預かったメッセージを神様にお伝えして、神様からお返事のメッセージをいただいて、それをはがき絵にしてお守りとおみくじ、神様に選んでいただいたものを一緒にお渡しするということをやっておりますので、よろしかったらぜひぜひこんな感じのはがき絵でお渡しします。で、全部の文章は別に書いてお渡ししますので、どうぞよろしくお願いいたします。よいしょ。
言っとく。そうですね。それで、で、来、あ、本当だ。あ、来週じゃない、うん、来月ですね。来月私たちは第2と第4にの月曜日の7時から、隔週で、ゲストを交えて。ゲストをお呼びして、うん、そのゲストを、占ったり、リーディングしたり、ということを、やっていきますので、で、出場されたいゲストさんも大募集しておりますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。君岡さんから、何かこう、趣味を持ってる方、うん、どなたでもいいですから、ぜひ、声をかけてください。そうですね。で、私、うん、あ、置いてきちゃったな。置いてきちゃったな。そう。インスタか。あ、コメントか。はい。コメント。どこだろう。どこだろう。ダンスダンスどれじゃないね。小田さんのふみふみさん。ふみふみさん。あれ。あ、これ違いもんね。あれあれ、さっき読んだ。そうだね。うん、読みました。コメント読みました。そうですよね。でもどんな方でもね、うん、ぜひ来ていただいて、ここで楽しく。もう西洋先生、うん、まあ西洋先生術東洋先生術は前もって、うん、生年月日とか、ね、時間とかもですよね。で、うん、でそうですね、タロットでしたら、うん、タロットとオラクルカードと、うん、あとアロマリーディングでしたらね、うん、この場でもできますので、うん、ぜひ、そうですね、やってみたい方、大募集でございます。特にこういうね、何かやってる方じゃなくてもこうね、やってみたいなって、占いを経験してみたいなって方もぜひ、私たちのインスタか、私の開運月うさぎの方で検索していただいて、ご連絡いただいても結構です。で、私のインスタは、インスタななみるってひらがなで入れますと、だいたい神様リーディングで出てきますので、よろしくお願いします。ミスティック K さん、そう、私はこのスペルでミスティック K で、ここに555って5が3つ入るんですけど、そういうインスタです。よろしくお願いします。だいたいこんな感じでね、うん、うだうだとうだうだとやっています。もうお店でもこんなに遊んじゃっていいのみたいな。なんかみんなで占いしたりとか、ね、占いして、もうお店も関係なくね、いろんなさっきのね、リフレクソロジーの方もね、そう、茶優香さんとかも魔王もみんな集まって、お弁当ね、いいのか分かんないんだけども、うん、それ食べてお弁当食べたりとか。ね、してますね。みんなでね、おやつ持ってきてね、おやつの分け合ったりとかしてるんですよ ね、みんな仲がいいです。本当にそうですね。出店者も募集しておりますので、お仲間になってくださる方ね、いい空間です。もうみんな仲良くできる空間なので、ちょっと不安かなっていう方も大丈夫なので、ぜひ。そうですね、ぜひ。あと、起業してみたいけど、何から始めたらって思ってらっしゃる方も来ていただければ、いろいろね、みんなの知恵を出し合えば、ね、教えることできると思いますので、ね、はい、ぜひいらしてくださいね。怖がらずに一人もそうですよね、教えて、契約までそう、ここへで、ここにね、チラシを置くとかね、もうね、そう、ここのブースがいいよとかね、打つところまでね、そうそうそうね、そうそう、まあ駅の近くなんで ね、ぜひ焼津の方も、いらしてください。駐車場もありますし、ね、昨日私ね、最初ななみるさん聞いて、共通の占い、美容師さんからななみるさんにいろいろ聞いて、でも次の日にも契約して、もうやろうと、だからあんまりこう悩んでると不安になっちゃうよね。でみんなそうね。ひろみさんも早かったよね。うん、そうですね。なんか私はななみさんの受けさせてもらって、やってみればって言われて、その次の月に、そう、なんかやりだした。いきなり菊川ね、住んでるの菊川なのに、来たから、あれどうしたのってびっくりして、ここになんか出店することにしたって聞いて、本当に驚いちゃって。私たちのいいとこってそのね、もうフットワークが軽い。今のあれですよね、双子座新月にぴったりですよね。フットワーク軽くですよね。
風の時代を突き抜けていきましょう、うん、皆さんも、うん、ね、風の時代いいですよね、もう楽になりましたよ ね、 軽 く、 ね、そう軽く軽く ね、 ね、うん、まあ、今土星が逆行してますけども、土星は夢を、うん、今は、魚座にいますので、魚座はこう夢を、うん、ちょっとあやふやな部分があるけども、逆行、土星が逆行に入ることでこう現実化していきます。夢があることがこうみんなでこう共同し合うことで、あの曖昧だった夢がどんどん叶えていく、そういう機会になりますのでね、ぜひこの機会にやってみたいこと、うん、挑戦してみてください。で、みゆきさんの夢は、美魔女になること。美魔女もうなってるもうなってるなってるじゃあみんなで美魔女を目指して、あと2キロ痩せること。すごい具体的な夢が出てきたけど、そんなこと違う。ひろみさんの夢は、私はそうね、うん、もうちょっとリフトアップしたいです。何か見たすごい具体的なんだけど、魔女じゃない、魔女のセリフじゃない。魔法でやろうよそれ。ね、魔法で、あ、でも魔法使わなくてもね、あのアロマリフトっていう技術があって、それやると本当にこうリフトアップするんで、うん、びっくりしちゃうね、顔とか。私言ってるそのアロマのカイロプラティックもやった後に目が大きくなってふって上がるから、自分で鏡見てびっくりしますね。ね、すごかったね、一瞬で上がった。ね、あの時もね、みんなでそうそうマルシェに行った時にね。あ、はい、それではこんなところで締めさせていただきます。皆さんよろしくお願いいたします。第2と第4月曜日7時からまたお会いしましょう。お会いしましょう。あ、何これ、100均だから壊れた。よろしくお願いします。ありがとうございました。この後はよろしくお願いします。次のゲストはアモーレさんです。この後も引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。